目の前の前ことととを楽ししいと思ったとしますするとその瞬間に β エンドルフィンという快感を感じさせる脳内物質が分泌されますまた過去にすごく楽しかったことを思い出している時にも脳はまるで目の前にその現象があるかのごとく β エンドルフィンを出します脳は 過去という認識をしないらしいのです。そして自分の未来にこういうことがあったら楽しいだろうな面白いだろうなと楽しい想像をしているとまだ起きていないにもかかわらず未来のことを想像しただけで β エンドルフィンが出るらしいのです。このようなことから脳というのは 過去、現在、未来という時間的な区別、認識ができないようだということに気がつきます。脳は人間の器官の中で一番劣っているのかもしれないとふと思ったこともありますが、実はそうではなく一番進んでいるのかもしれないと思い直しました。なぜかというと、 実は神の世界にも時間という概念がないらしいからです過去現在未来という時間の認識がないのです従って脳は神と人間の間つまり三次元と四次元の間すなわち3.5次元のところに存在しているのかもしれません神様 しててくださってありがとうとう先にお礼を言ってしまうと神様は「あまだやっていなかったっけ」と思うらしく律儀にもお礼を言われた通りのことをやってくれます三次元的にはやっていないことにお礼を言われたら違和感を覚えますが神様にはその前後の認識は 関係ないのでしょう時間空間の認識が神様にはないというのは具体的にはこのような事情になっているようです。